はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、レベルアップライダーシリーズ03仮面ライダースナイプシューティングゲーマーと04仮面ライダーゲームアクションゲーマーです。はい、2016年11月5日本日発売のこの2つをこちらも購入してきましたね。はい、じゃあ両方開けましょう。はい、はいはい、こんな感じですね。はい、じゃあセットしていきましょうか。はい、はい、こちらがレベルアップライダーシリーズ03の仮面ライダースナイプですね。はい、なかなかかっこいいね。うん、でこのマントはですね、全部一つずつになってます。途中で切れたりしてない。うん、裏側で切れてるだけかな。ははあ、軟質ですね。軟質、はい、で裏側はこのような感じになってます。ここだね、この髪の毛みたいなのこう垂れてるやつ、これね一応取れるようになってるみたいな。このね、目がねすごいガンダムチック体見ていくとこんな風に。はい、かっこいいね。うん、こちらがガシャコンマグナムですね。はい、のハンドガンモードです。はい、こんな形だったんだね。そうだね。うん、でこれねちゃんとねラメ入ってちょっとメタリックになってます。はい、でこちらがライフルモード、これもすごい大きいね。大きい、こんな大きいと思わなかった。うん、はい、こちらが仮面ライダーゲームですね。はい、すごくかっこいいね。うん、この黒がですね普通の黒じゃなくてメタリックなんだね。うん、すっげえかっこいい。そしてそのポイントポイントでこのパープル紫が入ってて、うん、はい、超かっこいい。闇のライダーって感じですよね。闇のライダー、裏側はこんな感じになってます。はい、でこの武器がガシャコンバグライダー。そうだね。はい、でこれは確かバグさんに変身するための武器だっけ。うん、まあゲームを使うけどね。あ、そうだっけ。うん、うん、でこれをまず外してセット。うん、でこれでチェーンソーモードね。チェーンソーモードってのがあるんだ。うん、それでマイティアクション X とちょっと比較してみましょうか。はい、どう、ほぼほぼ同じ。ほぼほぼ同じだけど色違い。色違いってだけ。うん、あとは目の目がエグレイドフは普通になってて、こっちは線。ああ、なるほどね。うん、目の中のデザインがちょっと違うんだ。うん、あ、それは裏返すとよくわかるな。うん、裏返すよね。そうだね、ゲームの方は目の中が線になってますね。はい、ほぼほぼ一緒だね。うん、このカラーリングが違うだけだ。うん、パパはこのような感じでポージングさせました。はい、あー、相手を狙ってるように。そう、ガシャコンマグナムのライフルモードにして狙ってるような感じにしましたね。はい、どうでしょう。やっぱなんかね、魂ステージが欲しい。そうだね。うん、あれがあるとやっぱ全然違う。これどうしても手で持つとさね、うん、なんかこう止まった感じにならないんだよな。うん、そしてエシン君はこのポーズ。おー、かっこいいね。かっこいいでしょ。かなりゲーム自体がねスタイリッシュでかっこいいよね。うん、はい、では今仮面ライダースナイプをレベル1にしてますので、これレベル2にしましょう。はい、ちょっと今回は面倒くさいけどね。うん、じゃあ早送りでやると思うけどお願いします。はい、できた。はい、できました。はい、ということでちょっとねいつものライダーと違うのは、うん、マントつけるっていう工程が加わってることかな。はい、マントは上から差し込むだけだけど、うん、これでちょっとあるだけで変身のスピードが遅くなるね。ちなみに仮面ライダーゲームのレベル1はこちらですね。はい、基本的にエグゼイトと一緒だね。うん、裏側はこうなってます。はい、お前たちには死んでもらう。なんで、なんでいつも僕たちの邪魔をするんですか。うわっ、やるのかこれ。ちょ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 、強い。終わりだ。お前たち、やられたのか。ゲームを楽しもう。ちょちょちょ、どいてろ。おいおら、やはりこのままじゃダメだ。第二戦術。俺が勝ったらお前のガシャットはいただく。行くぞ。おら、おお、何、おお、仕方ないならば素手で戦うまでだ。マントが、マントが取れた。マイキン、取れたストライク。大神のエ
はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのレベルアップライダーシリーズ03仮面ライダースナイプシューティングゲーマーと04仮面ライダーゲームアクションゲーマーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。